小学1年生から高校3年生までの女子を対象とした相撲大会、ドリームガールズ杯女子相撲大会の第1回大会が11日、東京、墨田区の墨田フットサルアリーナで開催された。宮城の親方、元横綱、白鵬が特別応援サポーターを務める同大会には、史上初めてジュニアゴルフ界の4大メジャーを制覇し、ゴルフ天才少女、 と呼ばれる須藤も出場三全敗で予選リーグ敗退となりすごく悔しいですと唇を噛んだ本格的に相撲に取り組む選手に比べ体格に劣ることから足取りなどを軸に攻めたが白星はつかめず一個の作戦で臨んだことを反省しつつゴルフの方でもワンパターンではなくていろいろな方向から攻めていけるようにやっていきたいですと今後に生かすことを誓った また、相撲に挑戦したことで、体幹の強さなど、いろいろなことを学びました。絶対に何事もマイナスになることはないので、どんどんプラスにして、ゴルフでも活かせていけたらいいなと思います、と貪欲に語っていた。この大会は女子への相撲競技普及を図るとともに、相撲そのものを子供の頃から身近に感じてもらうことで女性ファン層の底辺拡大を目指すという目的で創設。 1> 第1回大会には約200人がエントリーした。